1980年代にアイドルとしてデビューし、現在は女優として活動をしている北原佐和子さん。花の82年組の一人であり、爽やか恋人1年生というキャッチフレーズで活躍していましたよね。女優としての揺るぎない地位を確立させた彼女ですが、芸能活動をしている傍ら、現在は介護士として現場で働いているみたいですよ。埼玉県の入間郡で生まれた北原さん。もともとはオスカープロモーションの美少女モデルを務めており、読者モデルとして掲載された MC シスターというファッション誌を見たマネージャーによってスカウトされました。そして高校に在学していた頃、見事ミス・ヤング・ジャンプに選ばれ、グラビアでデビューすることとなったのです。その後彼女は1981年、同じ事務所に所属していた真鍋千恵美さんや三井久子さんと一緒にパンジーというアイドルユニットを結成。1982年の3月19日にはマイ・ボーイ・フレンドというシングル曲で歌手としてのソロデビューを果たしました。そこから彼女は1985年までの3年間で10作品のシングル曲と6作品のアルバム曲をリリースしています。それからは次第に女優へと転身していき、数多くのテレビドラマ、映画、舞台などの作品に出演。2000年代には川上舞子さん、神保聡さんと一緒に東海テレビが制作していた昼ドラに常連で出演していました。昼ドラの中でも特にボタンとバラは大変話題になったのではないでしょうか。また女優業だけでなく旅番組などにレポーターとしても出演しており、精力的に芸能活動をしていたみたいです。そんな彼女ですが、実は20代の頃から介護やボランティア活動にとても関心があったのだとか。2011年からボランティア団体ワンライフプロジェクトの東京支部の代表として、たった一つの命だからの朗読会を開催しています。2013年にはプレシャスライフ心の朗読会という新しいボランティア団体を設立し、命と心の朗読会を小中学校や病院などの各地で開催しています。北原さんは子供の頃、駅で困っているお年寄りや体の不自由な人に声をかけることができず悔やんだことがあったといいます。どうやらこの頃から誰かのために何かをしたいという気持ちを持っていたようで、雨が降っている中タクシーを待つ障害者の方を自ら車で送り届けてあげたこともあったのだとか。困っている人を助けたいという思いは昔からあったのでしょうね。こうして彼女は2007年にホームヘルパー2級の資格、2014年に介護福祉士の資格、2016年にはケアマネージャーの資格を取得したのでした。2014年の12月には実際に介護現場で体験したことをもとにして、女優が実践した介護が変わる魔法の声かけを執筆しています。また執筆以外でも介護はじめの一歩という講演も行っているのだとか。そもそもこれらの資格を取得することを目指すようになったきっかけは、芸能生活を長く続けている中で世間のことを何も知らないと思ったことが始まりだったみたいですよ。芸能界での仕事がないとき、社会と関わりがなくなったように感じて精神的に不安定になってしまったという北原さん。30代の頃から今後の人生について深く考えるようになっていき、
資格を取得するまでに至ったのでした。しかしそれだけではなく、介護をする上で医療の専門知識が必要であると考えた北原さんは、その後准看護師の資格を取得するために養成学校へと通い始めます。さらに上を目指すところから、彼女はとても努力家であるということがわかりますね。そして准看護師の資格を見事に取得し、2020年の3月に養成学校を卒業したのでした。高齢化社会が進んでいく中で、彼女のような介護福祉士や准看護師は貴重な存在だと思います。彼女がここに来るまでの間、きっと辛いこともたくさんあったに違いません。しかし北原さんは、昔から辛いことがあったときは、これは成長痛だと思うようにしていると言います。この成長痛を乗り越えることができれば、さらに成長した自分がいて、もっと素敵な人生が待っていると思うことで頑張ることができているみたいです。職場で、女優が何をしに来たんだ、どうせすぐに辞めるんだろうなどと言われたこともあったと言いますが、その度にこのような思いを胸に乗り越えてきたのでしょうね。そんな毎日忙しい生活を送っている北原さんですが、プライベートはというと、1990年に結婚をしましたが、1994年に離婚。結婚したお相手は一般企業に勤めるサラリーマンの方で、名前や年齢などの詳しいことは一切公表されていませんでした。その後、現在に至るまで再婚はしていません。ちなみに彼女はオフィシャルブログで、子供ができたなんて私も言いたいと言っていたので、お子さんはいないみたいですね。そんな中、2016年の4月22日に放送された爆報ザ・フライデーに出演した時は、恋愛についての話題が上がり、これには視聴者も大変注目しました。これまで彼女に大きな熱愛の噂がなかっただけに、より気になった人が多かったのでしょう。番組内で、今彼氏はいるのかと聞かれた時、コメントを避けていたという北原さん。またタヌキントリオでは、トシちゃん派かマッチ派かどちらかと聞かれた時に、真面目な顔をして渡里哲也さんと答えたみたいです。これに対して周囲が笑っている中、出演者である田原俊彦さんが何とも言えない顔をしていたらしく、これを見た視聴者が怪しいと感じ、一時期二人の熱愛が噂になったこともありました。しかしこれはあくまでも噂に過ぎません。女優としての仕事と介護としての仕事で忙しい彼女には、男性と交際する時間は作りづらいのかもしれませんね。毎日充実した日々を過ごしている彼女にとって、今のところ再婚は考えられないのではないでしょうか。アイドル歌手としてデビューを果たしてから40年、介護福祉士と女優の二足のわらじで頑張っている姿には本当に感動します。きっと現在もやりたいことを思う存分にできて、生き生きと生活していることでしょう。これからも無理のない範囲で頑張ってほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。